今回紹介するのは、映画、クソ野郎と美しき世界、オフィシャルブックという本です。稲垣五郎、草薙剛、香取慎吾の写真とインタビューをたっぷり収録。映画、クソ野郎と美しき世界をさらに楽しむオフィシャルブック、熱くて愉快な彼らの仲間たちの話です。 ムック本はすごく読み応えありました。ファンならちょっとずつ感じていた彼らの言葉が一冊になった感じもあるけど一番嬉しいのはクリエーターたちの話が聞けたこと監督らのみならず企画者である CD の話も聞けてなぜこの映画なのかここからスタートなんだリボーなんだと実感しました公開されてなかった。 現場写真もたっぷりで86質問など30年間トップアイドルだった彼らに「ファンだけど今更聞く?」と思われる質問満載で楽しかったです。よくを言えば「電子版としても欲しい」ということかな3人の個性と。 熱くて愉快な彼らのの仲間たちの話です見応えあります。映画の内容は謎のままなので公開前でもネタバレなく安心して読めます。稲垣さん、草薙さん、加藤里さんの自然体のインタビューに黒スーツの渋いグラビアなど彼らの魅力が満載です。特筆す,すべきはスタッフや監督団から。 この新しい地図というプロジェクトに力を貸したいという思いが熱く強く伝わること。太田光さんの彼らに業界に新しい常識をもたらしてほしいという言葉に本意を見た思いです。以上。興味のある方は実際の商品を Amazon などでご確認ください。今回は最後までお付き合いありがとうございました。よかったらチャンネル登録をお願いいたします。